ショーン・ソーヤーは、カナダのフィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピックカナダ代表、ISU ジュニアグランプリ優勝2回。1985年1月14日、ニューブランズウィック州エドモンストンで生まれ、9歳で、スケートを始めた。柔軟性を活かしたスピンやスパイラルが持ち味。2000年カナダ選手権のノービスクラスで優勝し、翌2000から2001シーズンにより、 ISU ジュニアグランプリに参戦。2001から2002シーズンの JGP ソフィア杯で初優勝を飾り、JGP ファイナルに進出。さらに、カナダ選手権、ジュニアクラスで優勝を果たした。同シーズンより3シーズン連続で世界ジュニア選手権に出場したが、最高位は2003年の6位入賞に止まった。2004から2005シーズンから ISU グランプリシリーズに参戦。 カナダ選手権では3位となり、4大陸選手権は6位に入った。2005から2006シーズン、GP シリーズでは成績を残せなかったが、カナダ選手権で3位となり、トリノオリンピックへの切符を手に入れた。トリノでは、ショートプログラムと合計で、パーソナルベストを出して12位。母国カナダのカルガリーで開催された、世界選手権は21位と振るわなかった。2008から2009シーズン、 スケートカナダでフリースケーティングと合計のパーソナルベストをマークして5位。2009から2010シーズン、スケートアメリカでシニアの国際大会で初めてのメダルとなる銀メダルを獲得した。カナダ選手権では4位となり2大会連続のオリンピック出場とはならなかった。2010から2011シーズン、アマチュアに止まり、NHK 杯では、 自身のショートプログラムのパーソナルベストを更新。また、カナダ選手権でも会心の演技で2位となった。しかし、世界選手権が東日本大震災の影響で東京で2011年3月に開催不可能となり、4月に大大国で開催されることが決定されたことから、世界選手権出場を辞退し、カナダでのスターズオンアイスツアーへの出場を優先する考えを明らかにし、 事実上の引退表明となった。斉藤隆子編。カラーズフィギュアスケート男子。シングルフォトブックアオバ出版。2006年2月。P108。ソーヤーウォークスアウェイフロムアーマチュアキャリア。カナダ放送協会。2011年4月1日。坂井田優。06から07シーズン振付師総関図。フィギュアスケートデイズボリューム2第 X 出版。2007年3月。PP。 32から35、ありがとうございます。